まさか私の志をお前に打ち砕かれるとはな、将校。待たれよ、将校殿。玄徳様。きれい、劉備よ。貴様の憐れみを受けてまで生をつなぐ気はない。そうやって悲しみと憎しみを踏みしめねば前へ進めぬのか。私の目指す天下はそのような痛ましいものではない。ありがとう、玄徳様。礼を言うのは私の方だ、将校殿。そなたの悲しむ顔は私に正しき道を示してくれたのだ。